最初の入り技から一つ注目することにいたします。カラフルなユニフォームです。飛んだ後から空転飛び上がりですね、はい、ふっとひねります。今のひねりの評価はどういうことになりますか、はい、これはまあ難度で言いますと D 難度、はい、最高級の技になるんですね、はいはい、やはり10センチの台の上で1回ひねりまして、しかも平均台をまたいでということで、はいはい、加点もついてる技なんですね。なるほどね、はい、まあ、最近の平均台ですともう伸身の宙返りの連続ですとか、はい、まあ、前方宙返りですとか、うん、それに加えて最近はこのようなひねりがもう入ってきてますね。本当ですね、おおすごいですね。これは後転飛びの2回から後方の宙返り、今の豪快さはこれはまさしく床運動ですね。そうですね、やはり平均台幅が10センチということで片足でやるよりも両足で蹴るのが難しい、ね、あ、なるほどね、はい、この点で言えばこちらの方が床の同じようなスピードを出せるんですけれども10センチの間に両足を使わなきゃいけないということで難しさがあるんですね。これはもうやはりこの安定性は練習以外の何物でもないでしょうかね。そうですね、これはムーンサルト、これを決めましたがちょっと左足の後ろに下がっておりますが実に見事な内容であります。ナタリア・カリニナ選手であります。あ、ダショノワ選手と抱き合っておりますがダショノワ選手の優勝が決まりました。焦るんですけれども10センチの間に両足を使わなきゃいけないということで難しさがあるんですね。これはもうやはりこの安定性は練習以外の何物でもないでしょうかね。そうですね、これはムーンサルト、これを決めましたがちょっと左足の後ろに下がっておりますが実に見事な内容であります。ナタリア・カリニナ選手であります。ダショノワ選手と抱き合っておりますがダショノワ選手の優勝が決まりました。なおグロシェコワ選手の平均台は 9.437 38.936 平均台失敗しております。 38.936 で終わりました。それからイタリアのチッチ選手の平行棒は9